年金もらうには68歳まで働き続けてください。はい、こんにちは。マルチインカムサラリーマンのハチのまことでございます。今回は年金問題について、政府から財政検証の結果が出たということで、ニュースになってますけれども、こちらについてお話ししていきたいと思います。で、この財政検証ね、何かっていうと、この先のね、100年間の長周期にわたって、経済とか人口動態の変化に応じて、厚生年金とか国民年金の支給水準がどの程度下がっていくのかということを試算してみて、加入者と受給者にね、年金の支給額がどうなっていくかというものを説明するための、検証結果となります。で、原則5年に1回のペースで実施されていて、最初がですね、2009年に実施されて、次が5年後の2014年、そして今回が3回目の検証結果ということになります。でですね、まずはね、こちらに厚労省のインタビューがあるので、これを見てみましょうと。経済成長と労働参加進めば、一定の給付水準が確保されながら、これは所得代替率50%以上が確保されながら、おおむね100年間の負担と給付が均衡し、持続可能となるものと言えます。遅れての交渉となりましたが、その複数のオプションの組み合わせ、この試算も行っております。今後の制度改革に資するより良い検証を行うために、前回よりも時間を要したものであることをご理解いただきたいと思います。ということでですね、なんで遅れたのっていうね、記者の突っ込みに対して、うまく逃げてましたけれども、選挙への影響じゃないかってね、いろいろ言われてましたけど、うまく逃げましたね。でですね、結果をね、ざっくり言うと、ちょっと今の動画で分かったかどうかあれなんですけど、結果をざっくり言うと、賃金と物価の上昇率が高めに推移して、かつ働く人が増えると。要はその、一番いいケースっていうか、物価が上昇し、かつ、働く人がどんどん増えていくという、ベストケースで試算すると、年金支給水準の下がり方が緩やかにとどまると。で、こちらにはまた別の日経のページあるんですけど、これですね、これがそのベストケースと、あとワーストケースでシミュレーションした結果になるんですけれどもね、反対にですね、賃金、物価の上昇率が低く、全然物価上昇がされずに、かつその働く人も今と変わらないと、いうような感じのワーストケースで見ると、2050年代に国民年金のその積立金がね、底をつくと、つまりなくなってしまうと、積立金枯渇と書いてありますけど、なくなってしまうと、積立金がなくなるとですね、これもう自転車操業になるわけですから、その時のね、現役世代から徴収した分を分配するということになって、多分ね、それで一気にガクンと落ちるだと思います。今現在、だいたい1人の老人に対してね、2.5人とか、そういう数字で支えるっていると思うんですけれども、それがね、2050年代にはもっともっと減って、1.8とか1.5人とかで支えるとなると、かなりですね、そうですよね、これくらいの数字になっていくんじゃないかというふうになります。で、もちろんですね、人口が増えていれば、大間にもらえそうなんですけど、多分ね、増えたら増えたで、それはね、積立金としてプールされていくので、多分この水準でずっともう100年間続けようというのが、今回のその結果ですかね。50%くらいにしとけば、国民感情的にもね、炎上しないラインっていうのが、多分その政府の、中でもあるのかなと思います。今回の検証ではですね、将来の老人ですね、つまり今働いている人たち、年金を納めている世代の方が、支給額が落ちますよということを遠回しに言ってます。で、この現役水準には68歳終了って誰のことを言ってるかっていうと、今20歳の人ですね。今20歳の人がね、2019年、今現在その61.7%で、
もらえてるんですよ。いや、書いてなかったかな。はい、ちょっと数字が出てこないですけれども、今ですね、61.7% で支給されている年金、ね、この 61.7% と同じ金額でね、同じ水準でもらおうとすると、今の20歳の人たちは、68歳まで働いてくださいと、ね、いうのが、今回この、ね、タイトルになっている、68歳まで働くっていうことになります。ね、で結局ね、国が何が言いたいかっていうと、要はもう年金だけ、ね、当てにしないでくださいと。もう将来はもう 50% が限界ですよと、ね、いうことで、まあ、年金だけは当てにしないで、まあ、それぞれ、自分の老後の面倒は自分で見る、準備をしてくださいと言ってることになると思います。ね、で特に若い人はね、今から老後の足りない資金をね、貯めておいてくださいというメッセージだと思います。でですね、まあ20代、30代の人っていうのは、まあ60歳とか70歳までを考えると、まあ大体30年、40年とかね、あるので、まあ、今から本当に小さい金額でもいいので、まあコツコツね、投資して、で、複利でね、運用していけば、まあ30年、40年あると一気にコーンとね、増えるので、まあ、それで結構増やせば、もう、できないことではないかなと、きちんとお金の勉強をして増やしていけば、全然できる、それだけ時間があるっていうことですね。複利のパワーってやっぱ時間が一番効くので、時間を使ってね、増やしていけばいいと思います。はい。で、問題はですね、やっぱり40代、50代ね、我々の世代ですね。で、この世代ってね、意外にお金ないっていうかですね、まあ、多分ね、40代、50代だとすでにこうマイホームとか買って、まだそのローンも残っていて、で、子供も結構ね、中学生、高校生、大学生とか、一番お金がかかる頃で、なかなかその投資しようと思っても、投資に回せるお金がないと。で、今、40代、50代だと、もう60、70って、もう10年、20年しかないので、その、複利で、ね、小さいお金で複利で運用としようとしても、なかなか増えていかないので、そうなるとやっぱりある程度大きなお金を突っ込んで、それで10年後、20年後にね、増やすっていう、そういう考えでやんなきゃいけないので、でただその、じゃあ大きなお金って言っても、今ね、住宅ローンもあるし、子供にもお金がかかるしっていう感じでね、で多分、ある程度ね、200万、300万とかあると、あ、車買おうかな、車買い替えようかなっていう感じで、多分ね、貯金なんてそんなにないはずなんですよ。まあ、ほとんどの多分、一般家庭がそんな感じだと思うんで、でなかなかその投資に回そうとしても、回せるお金って、まあ、数十万がいいとこかな、なんて、はい、想像つきます。で、そうなるとね、なかなか投資してもってなるんですけれども、ただですね、やっぱりですね、しっかりこう、お金のことを勉強して、で、投資のこともね、しっかり勉強してやれば、もう今からまあ、10年、20年ってね、ちょっと短いですけれども、まあ、ただ、やっぱり10年、20年っていう時間をね、うまく使えば、老後資金確保するのってそんなに難しいことではないのかなと思います。ね、なんでまあ、副業でもね、いいですし、まあ、サラリーマンだったらね、私みたくこう、銀行からお金を借りて、不動産投資やるとか、ね、まあ、とにかく今のね、状況でできることを考えれば、やり方って結構あるんですよ。ね、で、問題はですね、やっても無駄とか、もう今更始めてもなとかね、まあ国が何とかしてくれるだろうみたいなね、そういう町の姿勢みたいな感じで、とにかくその思考を止めてしまう人たち、まあ、こういう人たちってやっぱりね、もう終わってるっていうか、もう将来的にもね、また苦しくなるということになってしまいます。ね、まあ、そういう私もですね、5年前まではね、本当に何にもしてない、単なる本当の普通のサラリーマン、だったので、まあ、5年前からね、お金のと勉強とか投資の勉強をしてで、副業とか投資も少しずつやってきて、まあ、5年かけてやっとね、2億くらいの資産を作れたという感じです。だから、まあ、要は、やる気なんですよ。やる気と、あとはそのコツコツやるっていう継続力。ね、これがあれば、まあ、5年とか10年かければ、1億2億くらいの資産って、まあ、普通のね、サラリーマンでも作れますので、
でね、私がこうどうやってね、マルチインカムを構築してきたかっていうことについては、まあ、LINE アートとかで配信してますので、まあ、登録して参考にしてみていただければいいのかなと思います。はい。ということでですね、はい。まあ、今回は年金問題についてね、68歳まで働かなきゃいけないということに対してね、あなたならどうしますかということで、まあ、お話をしてみました。八野誠の LINE アットでは、マルチインカムのために、現役サラリーマンの私が実践している投資や副業について紹介しています。ご興味のある方は、ぜひご登録よろしくお願いします。